こんにちは、ザップのフィリップでございます。ちょっとね、昨日に引き続き絵の方がね、ちょっと描く時間があったんで、描いていきたいと思います。今回はね、キャンバスのサイズは S4 っていう、正方形のキャンバスを使ってますね。これたまに使うことはあったんですけど、結構ね、その正方形って結構なんて言ったらいいんだろうな、まあ構図が取りやすいというか、なんていうかね、まあ描きやすいっていうのもまあちょっとあるんですけどね。まあ大きくは変わらないですけどね、 F とかあの S とかね、あの辺のサイズに比べて、まあただまああのこういう S 系っていうんですか、 S 型の、まあ正方形サイズのね、いろんな、これは4号っていう、まあ、小さいサイズなんですけど、まあ、8号とか10号とか12号とかねっていうサイズでもあるんですけど、結構ねその部屋に、まあ、飾った時に、まあ、正方形なんで、まあ、比較的、まあ、飾りやすいかななんて思ったりとかしたことがあるんですけど、まあ、あんま変わんないですかね、まあ、ちょっとわかんないですけど、で今回ちょっとね、時間が、書く時間が少しかかったんで、ちょっと8倍速で、お送りとしてしています。いつも4倍なんですけど、ちょっと時間かかりました。まあ、何を書いてるのかっていうと、まあ、特に、まあ、いつも通りなんですけど、これといって、これを書いてますっていうのは、すごく言葉としては表現しにくいんですけど、まあ、何かこのね、まあ、渦のような、グラデーションを、まあ、描いているような感じですね。で、まあ、外側は、まあ、青で、まあ、真ん中はちょっと明るめの、なんていうんだろうね、まあ、緑色、まあ、緑なんですけど、ちょっと微妙な、なんか色の、まあ、緑が、よく使うことが多いんでね、これを作ってますね。で、まあ、いつも通り、まあ、ペインティングナイフなんで、なるべくね、あの色の暗いところから、明るいところに向かって塗っちゃうと全体が暗くなっちゃうんで、まあ、結構ねその、まあまあ、ペンをね拭きながらやれば別にそういうこともないんですけど、結構ねあんまり、なんでしょう、僕がこう絵を描くときにいつも考えるのは、そのあんまりそのなんていうの、凝りすぎてもしょうがないかなっていうふうに、まあ、思う部分も多少あるんですよね。なのでまあその時その時のね、まあランダム性だったりとか、まあ結構その偶然性によるところが結構、まあこういう絵に関してはまあ面白いのかなというふうに、まあ個人的には思いますので、まああまりこうね、きっちりきっちり描こうとするとどうしてもなんか、まあ別にそれはそれでいいんですけど、まあ僕的にはちょっとあんまり面白くない絵になっちゃうので、まああんまりこうこだわりすぎずというか、考えすぎずに、まあ頭で考えるというか、まあどちらかというともそのもう本当にもう描くときは心を無にして、なんかこう筆を動かす感じですかね、まあ筆というかペン、まあペンディングナイフなんですけど、動かす感じですかね。結構ね、ペンディングナイフの場合ってグラデーションが多少難しいんですよね、筆に比べると。まあ、なぜかというと、その絵の具を結構ごっそり持ってくので、まあ、完全に金属のヘラなんでね。だから、あんまり色同士が混ざり合わせるのっていうのが、筆よりもちょっとまあ、やりにくいかなっていうのはあるんですけど、まあもう、何回も何回もね、もう塗り重ねて、まあ、いくことによって、まあ、徐々にね、グラデーションにできなくはないんですけど、結構、その、なんて言ったらいいですかね、ちょっと変に触ると、すぐに他の色が、こう、べしゃっと、こう、かなりきつく、他のところに入っちゃうんで、まあ、その辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。という感じで、はい。まあ、ちょこちょことはいじってますけど、まあこんな感じで、絵の方ができました。まあどうでしょう。まあご感想と、コメントでいただけますと嬉しく思います。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。